今日はグラニフで購入した2020年の福袋紹介します。こちらは5500円の福袋で、中に7着服が入っています。で、今回はパパ用の服を買ったので、ユニセックスの L サイズ選んできました。はい、では今から開けていきます。まずは全部一緒に一つの袋に入っているんですね。内容としては半袖の T シャツが5枚と長袖が2枚入っているそうです。するかな。ちゃん、これ出せないやつですか。はい、では出してみます。白っぽい感じのやつが多いですね。はい、まず1枚目。これトレーナーかな？トラックのデザインのトレーナーが出ました。どうしても乗りたいね。うん、いいかな。うん、大変です。大丈夫かな？ちょっと素手のトレーナーかな。こんな感じです。奇抜なデザインじゃないので、まあ着やすいかなって感じですね。はい、1枚目トレーナーでした。2枚目、大変だね。これは T シャツですね。葉っぱの柄の T シャツです。長袖の T シャツです。色グレーですね。なんかグレーっぽいのばっかり出てる。はい、じゃあこれ2着目でした。はい、3着目は、はい、こちらボーダー柄になるのかな。色のイラストが書いてありますね。動物や建物のシルエットの描いた T シャツです。色はこうモノトーンなんですけど、デザインがなかなか派手な感じの T シャツになってます。グラニフっぽいですね。はい、では次いきます。次白いの出ました。何これ、ブランコって書いてある。すごい T シャツやな。白い T シャツ出ました。
ワンポイントでブランコって書いてあります。裏にも背中の部分にエンジョイって書いてあります。では次いきます。次にまた白っぽい T シャツになります。白いな。次は自転車の柄かな。はい、自転車のイラストの T シャツです。裏も何か書いてあるかな、はい、同じくこちらも裏にまず自転車のイラストが入ってます。では次、こんなシャツもあるんで結構たくさんありますね。あ、やっと黒いの出てきた。どんなイラストかな。なんだこれ、なんて書いてあるの。ハウスメイト、何のイラスト。なんかお化けみたいな絵が書いてあって、人の顔が書いてありますね。では次は最後のこの超奇抜な色のこの超高速のような黄緑色の T シャツ。何の柄かな。すごいね、ドライヤーの柄の T シャツでした。色がすごいね、これめっちゃ目が疲れる色です。裏も下のところにワンポイントドライヤーのイラストが入っています。すごいねこの色ね。なんか夜道とか歩いてても惹かれなさそうでいいような感じはするけど。はい、以上グラニフの5500円の福袋の中身こんな感じでした。今回ね見て思ったのは、ちょっと色が白っぽいのが多いのと、で色ついてるなと思ったらすごい色の T シャツなんで、トレーナーはいいかなって感じなんですけど、あとはちょっとね今回あんまり好みじゃなかったかなって感じです。他の方が福袋開封して載っててる写真の T シャツなんかはね結構いいの載ってたりするんで期待してたんですけど、まあ、今回そういうのは当たらなかったですね。まあ、個人的にはクマさんの頭ちぎれてるイラストとかね欲しかったなと思います。はい、でもまあ T シャツっていうのは何枚あっても困らないんで、また来年購入してみたいと思います。で、ね、あとねそのユニセックスの L サイズ買ったんですけど、パパ的にこれ大きいそうなんで来年は M を選んでみたいと思います。はい、では今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。